ロレスリングヒートアップの井筒哲也です。今度11月10日亀有のプロレスを自分がやらせていただきます。亀有は自分住んでるところが足立区なんですけど、また地元が近いという部分でもだいぶ気合が入る、イベントとかお祭りなので、そこでしっかりと亀有のお客様にヒートアップというものとプロレスというものと、そして井筒哲也という名前をぜひ覚えて帰っていただければなと思います。1個